コモダの浜から生き延びたのですね。殺されるかと思いました。奴ら飯も食わさず死ぬまで働かせるんです。もう案ずるな。手を貸してくれるものは。筒で家族とはぐれてしまい、大浜の集落への道で追いつこうとしたのですが、もうこの野営があるとは知らず捕まってしまいました。始末しておこう。だが街道には近寄るな。
影さあ。勝負！よし！相手だ。Who?
三好の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。弓をお持ちですか。駒田の浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。では。またお越しくださいませ。さあどうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。お目が効きますね。またいつでもいらっしゃってください。お守りください。お侍、そちらは坂井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬をぜひお探しになってください。ではお達者で。
大様。まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。ご出陣なさらなかったので。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。
助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。これは血の跡、新しくはない。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか？おりませぬ。では猛虎に手向かう者。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は？巴の行く先など知れておる。巴？女子か。だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは？門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった？お主は有望。巴は神道よ。もうこの殺す。いざ勝負。レッポチチベロロチサンドラ出してサムライ。うわっ！パッ！ゴー！変な撃って。まだ。手が。うわ！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 うわ
撃破。こやつら酔ったタヌキだ。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。
松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。だぞ。今だ、奴らをメイドへ送ってやれ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。
誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。猛虎に売ったということか。猛虎の矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。聞こえたか。島の者です。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何が分かる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。
実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう、本当の話なんです。あの内常公の長宮を守る神だそうですよ。少し休め、俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。を拝んでもいいそうだ。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では、お手伝いできることは。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力がいろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。また頼むぞ。どうかお気をつけ。
小松だ。ユナとタカが俺